カラムーチョは、小池屋が製造販売するポテトチップスで、チリの味をベースにした辛味の強いスナック菓子である。小池屋の登録商標となっている。キャッチフレーズは、ポテトが辛くてなぜ美味しい。国内産の生ジャガを100%使用し植物油で揚げて作られる。商品開発のきっかけは、新市場の開拓。昭和40年代半ばまでの高度経済成長期。 ポテトチップスは家族で楽しむ菓子だったため、大人がお酒のおつまみで楽しめるようなポテトスナックを作ろうと発案した。味付けを模索する中、開発担当者が米国視察中にメキシコ料理に着目。チリ味が面白いということになり、辛いだけではなく、オニオンやガーリックなど秘伝の旨味を加え、辛さが売りという全く新しいポテトスナックを完成させた。 商品名は、たくさんの辛さを楽しんでほしいとの思いを込めて、辛いの、からと、スペイン語で、たくさんを意味する、ムーチョを組み合わせた。こうして1984年9月に、細切りのシューストリングタイプの、カラムーチョを発売した。発売当時の価格は200円と他の、ポテトチップス商品に比べて高額で、辛いテイストのポテトチップスが浸透していなかったことも、あり。 全く売れない日が続いたという。しかし、ある大手コンビニチェーンで販売したところ、その年の全ての食品の中で、トップの売り上げを記録するほどの大ヒット商品となった。一転し、大ヒット商品となった理由は、コンビニが当時、情報の発信基地であり、珍しい物好きの若者たちが食いつき、サブカル系の注目アイテムになったため、これを機に、スナック菓子に、 辛味系の味を浸透させることとなった。別冊宝島でも1984年のサブカル流行の一つとして紹介されている。1986年9月にはスライスタイプのポテトチップスカラムーチョを発売。その後も味やパッケージをリニューアルしながらもロングセラー商品となっている。世界各国で販売されている。 2012年には小池屋のポテトチップスの原点である、小池屋ポテトチップス、のり塩が発売されてから50周年になるのを記念して、カラムーチョとスッパムーチョの発売当初のパッケージを踏襲した、復刻版スティックカラムーチョホットチリ味、復刻版スティックスッパムーチョさっぱりビネガー味を5月14日から期間限定で発売する。二千十四年には中華人民共和国、香港で、 激辛魔女の名称で現地製造販売開始、同年発売30周年を迎えた。30周年キャラクターとして、足田愛菜近金大地秀穂、池田清彦の3人を起用してのキャンペーンが展開された。2016年9月から、志村健を CM キャラクターに起用したムーチョだよ。全員集合と銘打ったキャンペーンを展開。志村が、 ひとみばあさんにふして出演している。ひとみばあさんは、ムーチョシリーズのキャラクターである、ひいおばあちゃんと、ひいひいおばあちゃんが、長年の疲れを癒すため旅行に行ってもらうこととなり、その留守を任された設定となっている。スティックからムーチョチップスタイプスティックタイプからムーチョには、ひいおばあちゃんと、ひいひいおばあちゃんというオリジナルのキャラクターが存在する。ひいおばあちゃんの名前は、森田とみ。 青年月日は、青南戦争の年に当たる1877年3月3日、生まれ。特徴は、いを1回言うこと。ひいおばあちゃんの名前は、森田文。青年月日は、ペリー雷光の年に当たる1853年6月3日、生まれ。特徴は、いを2回言うこと。全略プロフィールの質問項目で、カラムーチョをもじった、カラムーチョというものがある。 カラムーチョの発売年にあたる1984年の出荷額は約3億円。翌1985年の出荷額は約30億円。ありがとうございます。